そうとするのが、出たくない。バイクだったらアホか。いつもみたいに遅刻ギリギリであんな運転してたら切符切られまくってすぐ免停になるぞ。そんな野暮な運転しないし。そうだ草薙、今日は私のバイクで登校してみないか。そのあたりは安心しろ。うちの学校は自由な校風だからな。そんな校則はない。実際Kもバイク登校だしな。姉貴の乗っているバイクは正式な名前を川崎 500SS マッハ3というもので、大昔に作られた野生のバイクなんだぞ。大昔の男たちはそのバイクにまたがるだけで命知らずとして尊敬の念を集めていたらしいぞ。なんでも前後の重量バランスがデタラメなので3速までウィリーしっぱなしで、トップ速度でコーナーに入れば必ず空を飛び、新品状態でも排気ガスが煙幕みたいな白煙なんで後続車がついていけず、集団暴走が不可能だったという伝説のバイクでな。とりあえず人が乗るような代物ではないから、乗ったら死ぬぞ。気をつけるといいぞ。ほら直也、朝早かったからって寝るな。もう着いたぞ。まったく、バイクで寝るとは危ないやつだな。起きてたのか。直也はいつでもクールを気取っているが、あのバイクに乗ってもクールに眠りとはな。大
したもんだ。気絶してたのか？そんな恐ろしかったか？すまん。そうか、次からもう少しゆっくりな運転にするよ。よく知ってるな。まあその通りなのだが、そうだな。あ、でも今度からはもう少しゆっくり走るように努力するよ。にいたら青春が腐ってしまうぞ。ね、直也。ねえ、直也ってば。なんだよ、相変わらず冷たいな。んじゃ、授業が終わったら冷たくなくなるのか。なんでそうなるんだよ。気のせいです。この学校は未だに体罰とかあるとか、まるで戦争中の軍隊だぞ。何言ってるのよ。あんなこと言ったら先生切れるに決まってるでしょ。軍隊なら殺されてるわよ。そっか、なら軍隊には入らない方がいいな。あんなのでいちいち殺されてたらへっこんぞ。敵がな。お前を置いてなんかそんな場所に行けないぞ。どっちにしてもあんたらなんて戦力外でしょうよ。でもそちらの方がいいじゃないですか。軍隊とか大変そうですし。リンちゃんは相当な戦力だけどね。ですか。昨日の投げ見事すぎでしょ。あんなに人が綺麗に舞うの初めて見たわ。ああ、あれはたまたまです。勢いよく明石先輩が飛び込んできたので、その力がそのまま使えただけですし。どうでしょう、明石先輩という人は運動神経が良かったのではないでしょうか。かなりきっちり受け身をされてましたよ。運動神経というかね、あの男は殴られたり投げられたりされまくっているからね。受け身的なものは全般的に上手いのかも。特技と言いますか、なぜか中学入学と同時に柔道を始めたのですよね。理由はよくわからないのですが、受け身をうまくできるようになりたいなと思って。受け身をうまくできるようになるために柔道を？変な理由ね。でもいいんじゃないか。練習していると事故の時とかでもとっさにできるらしいぞ。そうですね。でもなんで突然受け身だったんだろう。今思うと不思議ですね。まあそういう不思議な動機ってあるもんよ。人間何がやりたくなるかなんて分かったもんじゃないってことよ。そうですね。油絵だって突然描きたいと言い出したわけですし。ん？どうしたの？何や。あ、はい。
用意しないとね。今日の氷に画材屋寄っていくのもいいんじゃないか。入門者用なら安いのもあるだろう。そうですね。なんで遅刻したのよ。無視するな。あんたの分もノート取ってやったから使いなさい。一応解説付きだからさ。どう思うかね、草薙。最近、わしの再評価の機運が世界中で高まっている件についてだ。国際世論をうまく使っていくべきなんだと思うんだけどな。自宅で勉強はしておる。ただ今は食事のためにここにいる。何も不思議ではないだろう。とんかつ茶漬けは美味しい味がするからとんかつ茶漬けを食べている。それに何の不満があるんだ。しかし
とんかつを茶漬けにすると美味しいなんて誰も知らんだろ。ましてや草薙程度ではな。お前にはやらんぞ。それでな、世界的な再評価の件だが、知らんのか？去年のマラソン大会でわしが3位になったことを。あー、世界的に劇的なドラマが続出した。人もいっぱい死んだ。あー、すごくうまいぞ。とんかつ茶漬けはとんかつの味がするから良い食べ物だ。愚民などに言われなくても、わしは素材の味から堪能しておるわ。素材が俺の五臓六腑を洗浄するぜ。話にならんな。貴様などと話をしている時間など惜しいわ。痛い痛い。なんだお前、反抗期なのか。あらあら、今日は荒れてるわね、草薙。明石先輩、昨日は申し訳ありませんでした。いいのよ、あれは 100% 明石先輩が悪いんだからさ。何が 100% じゃ。世の中には 100% のもんなんてないんじゃ。はい、あれはかなりの部分で私が悪いと思います。ただ避けることもできたと思うので。そりゃ当然じゃよ。おなごに投げられてダメージを負うようなわしではないのだからの。んで、君は新入生なのかね。いえ、転入生でして今年3年生になります。ふん、で、新入部員なわけか。ダメダメダメですからね。スカートとかめくったりしてまた新入部員にやめられたらたまったもんじゃありませんから。何を言ってる。わしがそんなことするわけないじゃろ。去年やりましたよね。やって大部分の新入部員がやめましたよね。思い出せないのなら思い出せるようにしましょうかしら。いや、なんか思い出したのでいい。こんにちは、入ります。おっすー。んーじゃ、部活始めるか。待って、今日はその前に話があるの。話？わしは何もしてないぞ。無実じゃ、無実なのじゃ。そこ、意味もなく怯えない。それに大事な話があるからっていつも明石先輩の悪事とは限らないのよ。大体この人を私は呼んだ覚えはないんだから。招集されなくても来る部員の鏡じゃな、わし。まあそんなこんなで、本来なら追試で自宅軟禁である明石先輩にも来てもらったことだし、時間取らせても悪いから本題から入ろうかしら。今後の新部員獲得についてなのだけど、
私もそう考えてたんだけど、少し気になることがあってね。まあいいわ、説明は後。とりあえず入ってきなさい、トーマス。おお、天国のような天国という会場はここですか。外人だぞ。顔がなんか日本人と違うぞ。これは外人だ。おい貴様、何者だ。あん？おお、ヤマトナルシコという名の国際ファンタスティック。わしを無視するか。そこに直れ、この外人野郎。この前に君を見かけて以来、ワイは君を見かけ直したくてうずうずしてたんだよ。この前、何のことだ。というか、お前なんか俺は知らないぞ。フランスからの交換留学生の滝沢トーマス・ネーゲル純平よ。そうよ、フランスから来た新入部員と本人から説明は受けた。いえ、正直これがフランスから来たとしても、仮に地面から生えてきたものだとしても、わりかしどうでもいいのよ。こいつがフランス人かどうかよりも、もっと重要なことがあるから連れてきたんだから。今日はその服どうすか。確かにそれも良いかもしれませんが、やはりこの前の服が良いと思います。君には女性らしい格好がベストですね。また俺のことを女だと勘違いしているバカがやってきたんだ。おお、日本のアニメゲームでよく存じ上げている男の子というのが実在したとは、さすが変態の国日本ですね。すんばらしいです。ことですか。ガチホモ。ガチホモってほどでもないみたいなんだけどね。なんかそういうのが外国で流行っているみたいなのよ。日本の変態文化ってやつ。だとして俺は変態じゃないぞ。それに変態の餌食になるのなんてまっぴらごめんだぞ。ほら、一昨日のメイドコスチュームをさらけ出してごらん。コミュニケーションはさらけ出しの世の中さ。なんだこいつ、やめろ、服を脱がすな。中にコスチュームがあるのでしょう。いつでもメイド服で臨戦態勢なのでしょう。な、わけないだろ。なコスチュームなんて着てないぞ。中なんて着てないんだからな。中なんて着てない、つまり中は全裸。おう、それはいけない。さらに興奮するな。やめろ、ズボンが、フックが壊れる、壊れてしまうぞ。可憐な男の子が下着も着ずに寒さに打ち震えている時に、君に何ができるかワイは考えた。そうだ、君にパンティを履かせてあげる。まるで父親がヨッに履かせるように、優しく、いやらしく、それしかないや。何言ってるんだこいつ。やめろ。
文化コミュニケーションが難しいわけね。手を吐かせた後に寒さに打ち震えている男の子を温めてあげなければならず、ワイはすぐさま腰のウォーミングアップが始まった。いける、ぬるぬる土壌した、これはいける。ナッパはお菓子のオムラ親でー。ケイ君、ケイ君に乱暴はやめてください。草薙君、なんで？でも、なんですかあれ。もういい加減にするんだからな。などなくても俺にかかればこんなやつ指先一つで確認さ。相変わらず弱いわね。こいつ話しかけてきた時に私のお尻を触ろうとしたから反射的にぶん殴ったのよ。そしたら今みたいにすぐに気絶してた。確かに外人だから頭が少しおかしいのは確かだけど、腕力的に無害みたいだし。入れるかどうかはまだ未定。それよりも少し聞かせたいことがあるのよ。こいつがうちの美術部に興味を持った理由よ。確かにそうね。でも言い方が少し違ったのよ。この外人の話だと、美しいモデルがいるってだけで芸術欲は高まるもんだってさ。描きたい衝動はそうやって生まれるって言われた。だからさ、それが微妙でね。私にしても K にしてもあんたにしてもさ、子供の時から絵を描いてきたわけじゃない。物心ついた時には絵を描いてた。そうすると当たり前すぎて逆に絵を描き始めるきっかけって何なのかわからなくなるのよ。今まで絵を描いたことない人間がいきなり描き始める動機ってやつ、これが考えれば考えるほどわからない。うさんくさい外人が言うことだから信用に足らない意見だと分かってるんだけどさ、どうもね。うん、例えばさ、今から描き始める人の気持ちってどうなんだろう。子供の時からじゃなくて分別もついた年齢から始める気持ちってどんなんだろう。どんなきっかけが必要なんだろうってね。そのつもりよ、凛ちゃんにも聞くつもり。でも
他のみんなにも聞いてみたくてさ。せっかく新しい仲間が集まったことだし。残念ながら私も物心ついた時からお絵かきをしていたタイプですので。私もリナほどではないにしても日常で落書きみたいなものはずっとしてました。だから読み張りに入って本格的に画材を使った美術をやってみたいというのもありましたが。私はどうでしょうか。本当にあまり考えもなくでして。それもわかるのよ。物心ついた時から描いてる人間って本当に大した考えもなく絵を描き始めるからさ。それこそ幼稚園のお絵描きの延長上なのよ。だから何も考えなくって言い方はすごくピンとくる。そういうこと。今まで絵を描いたことない人が描いてみようって思うきっかけを知りたいし、それを新入生に作りたいって思うの。鳥谷さんはちょっとした気持ちで描き始める人たちのことも考えてみたいというわけですね。そういう人たちにも美術の楽しさを知ってもらいたいという。はい、いやいや、そんな大層なこともないよ。単にね、部費が欲しいっていうのもあるし。部費ですか？そうよ。上半期の部費は基本的には明日の会議で大体決まってしまうわ。去年があまりに人数が少なかったからね。部費不足はそれなりに深刻だった。まあそうなんだけど。けど実際は部費の大半が明石先輩がバイトで稼いだもんだから、あまり文句も言えないのよね。大半？そりゃ嘘じゃろ。鳥谷の方が多く金を出したはずじゃ。会計は私がやっていました。金額は先輩の方がはるかに上です。そっか。まあわしは部長だったしにゃ。それに時間もあり余ってたしな。そんなに部活に寄付しておったのか。うん、実はね、今日の今日までバレてないと思ってたんだけど、 K のメイド姿が一部で男の子だって噂が立ってるらしいのよ。それがさ、去年あたりからインターネットで話題の画像として広まってるらしいのよ。驚異の美少女女装ってことで、それこそ世界規模で。なんだそりゃ。なんだよ世界規模って。外国からのアクセス数がすごいらしいわ。 K も知らないところで有名人ね。そんなことで有名になりたくない。そういうこと。トーマスの話だと他にもそういう人たちがたくさんいるんだってさ。いや、さすがに海外からはトーマスぐらいしかいないわよ。ただ動画を見てこの学校に入学した子も多いらしいのよ。マジで？俺は変態じゃない！私？なんで私が？まあ大筋ではそういうことになるのかしら。そうなんだけど、でも正直部費が欲しいというのもあるのよ。だから今更だけど、草薙目的で集まった女の子を奮い落としたことは後悔してるの。
今からでも再度入部してもらった方がいいんじゃないかって。今年は少し多めに欲しいのよ。私がバイトをもっと増やせればいいのだけど。そんな足りない分があるのでしたら私も働いてどうにかしますよ。私だって頑張りますよ。右に同じく。うん、ありがとう。でもさ、あまり部員のカンパに頼ってばかりというのも健全ではないよね。それこそ部長の資質を疑うわ。もしまともな人間が集まらないのならそれはそれで諦めもつくのよ。けどもう一度だけ新刊をやってみたいの。きっかけでどれだけ入部員が変わるのか。ありていに言えばだけど。これは嫌だぞ。 K がダメなら私でもいいわ。必要であればやるわよ。世界的な芸術家ケイチロ草薙の息子と聞いていたが、とんな見込み違いです。Hey you! 二度と芸術なんて語るなボケカスが。おっぱいがあったからワイは画家になった。だからどうしたんだ。そもそもお前は画家じゃないだろ。え？もしこの世に女性のおっぱいとお尻がなかったらワイは絵を描かなかったかもしれへん。誰が言った言葉なんですか？ピエール・オーギュスト・ルノワール、印象派の巨匠の言葉じゃない。ですか？ああ、多くの裸婦像を残したルノワールはなぜそれほどヌードばかり描くのかと問われた時に、おっぱいが好きだからと答えたとも言われている。真相はよくわからないけど、ルノワールの作品を X 線で調べるとおっぱいの形だけ何回も何回も何十回も描き直しているのは確かだって。特に乳首に対するこだわりは半端じゃなかったって話よ。それだけ聞くと今のキモオタみたいですね。そうね、河内野さんあたりだと潔癖そうだから幻滅したかしら。いいえ、私はルノワールに対する興味が俄然湧きました。偉大な作家と思います。ケツやらおっぱいやらを描くために筆を取ったルノワールを貴様は否定するのですか？貴様はそれほどの芸術家なのですか？このボケナスが。女の裸を描きたいから歴史的な巨匠になるやつだっていい。女を描きたいがためにこの部活に集まるやつらをゲスとは言えないじゃろうな。これに関しては草薙が全面的に負けじゃろう。基本的には変わらないわ。性的欲求と芸術は無縁ではない。まあ芸術史なんて大冗談に構えているが、基本的にはそんな程度のもんなんじゃ。だから可愛い娘を描きたいという衝動は絵を描くきっかけとして間違いではない。そういうこと。だから新刊最後の日に美術室を開放してデッサン会を開くわ。ヌード。ヌードはないわよ。
ルノワールはおっぱいでしょう。おっぱいが大事だからルノワールだったのでしょう。ルノワールは関係ない。まあ衣装ぐらいなら変えてもいいけど。確かに制服姿をデッサンというのは少々寂しい気がします。そうか、制服は高値で取引されるぞ。そうかにゃ、そういう話でしかないと思うのだけどにゃ。なんでまた俺がやることになる。違う、デッサンはおっぱいでしょ、ルノワールはおっぱいでしょ。保留かしら。まあ絵を描きたいという意思が認められるのなら、そんな変態でも入部は許可するわ。だからってなんで俺が女装しなきゃいけないんだよ。もしかして俺の身を案じてくれてるのか。全然男らしい男だわ。直哉なんて全然だぞ。なんだその人をバカにしたような笑いは。ひどいぞ直哉。キモいんだよ。そんなことよりもほーら俺の腕を見ろ、この力こぶを見ろ。こんなゴツゴツした腕なんか女はしていないぞ。そうだろ、これで俺のこと見直したよな。うん、俺結構思われているよりも男っぽいんだぞ。過ぎるんだぞ、この男性ホルモン過剰人間。なんだなんだ、逆ギレか。逆ギレの挙句に批判か。俺批判か。俺批判が始まったか。殺す、絶対に殺す。二度殺して三度生き返らせてやる。明るい家族計画。男同士でもつけた方がいいみたいですよ。頑張ってください。安心してください、私は誰にも言わない。そんなこんなで私は心から二人の関係を大切にしてほしいと思います。ごきげんよう、ホモな皆さん。ケイ兄さんも頑張ってくださいませ。ナオヤのを壊さないようにやってくださいね。クスクスクス。ナオヤ、てめえ人の話を聞け。どういうこと？
ことだ。これは、いや、確かに雫とのことは少し気をつけないといけないと思っていたが、こんなことがあるなんて。しかも、うちに来て早々で、早すぎる。これは絶対に早すぎる。まだ何ら段階を経ていない。